はい、アイランドファクトリーのルカパトでございます。忍びストライカーやっていきましょう。旗取り合戦です。なんかすごいな、真剣勝負です。なんかすごいな。はい、やっていきましょう。お願いします。本日は社の方、学年の総長と鳥獣ギガ鳥と鳥をいっぱい出すような感じでやっていきたいなと思います。で、あ、ヒットした？嘘。鳥、お、結構当たってくれんだな。いで。乱心症。なん。混乱してる。な。ほいほいほい。今回、あ、強い、失意の刀いいな。総長、攻めないといけない、攻めないといけないんだけどな。鳥、あ、やばい、取られちゃうな。総長、早くかわす。いけいけ、飛べ。あ、おお、めっちゃ削る、すげえな、さすが。ほっ、あっねー、なんかかわせるかな、こ、総長は。痛い痛い痛い、うわ、いで鳥、うーふー、炭でね、かなり敵の目は膨らんでいるので。総長、まずいんだよな、結構押し込まれているんだよな。一回逃げましょう、一回逃げましょう。すみません、回復が欲しいです、すみません、回復が欲しいです。あ、目の前で、あともうちょっとだったのに、復帰まで結構長い。1、いやー、攻めに行けないな。味方チーム旗入手、ナイス。ちょっと援護しに行きましょう。味方もやられそうだもんな。敵チームが旗、あ、旗取り戻した。総長、総長だけど、すげえね、これ爆発起こすの、すげえ違うところ飛んでる。総長、くらえ、なに、諦め。さあ、式神の舞、嵐が使えるようになったけれども、忍術がね、使えなくなると。敵が忍術使えない、今のうちに。よし、いやー、そして早いな、終わるの。そっか、そんな早いのか、止まったな。止まったな、危ねえな。待ってくれよ、鳥、落ちろ。よし、包丁、ギャー、やられた。キラシンのくらい持ってんな。失意の刀いいな、今回装備してきたけど初めて。包丁、なに、よー、ナイスナイス、いって、操作が逆になってるんですよね今。それさ、戻った時がさ、怖いんだよね、こういうのって。修行の成果を見せる時です。取り戻し、だから結構攻めているから、このままね、攻めたいですね。よいしょ、
ちょ、よしよしよし、いいタイミングで、ナイスナイス。ここでちょっと倒して楽にしたいですね。早朝ナイス味方、ちょっと守りましょうか。これトリ早朝、なるほど、ナイス、おお持ち帰ってる、やる、ナイスナイス。いやーちょっと序盤危ないなと思ったけど、よかったです、ナイスナイス。というわけでもう一試合いきたいと思います。はい、やってきました。2戦目砂がくれで撃破戦です。出番ですね。意外と超獣ギガ鳥が強かったので、結構落とすのにも使えるのかなっていう感じなのでね、頑張ってやっていきたいなと思います。下手すると早朝の方が結構自爆しちゃうというか、うまく使わないとどっか飛んでっちゃうので、ここら辺を気をつけてね使っていきたいなと思っております。早朝、何、あっちょっとちょっと待って待った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 、おちょおちょ、なんだ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 、どうなってるんだ、あー回転する、痛い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 、あーうわー、いやこれかなり強いぞ、お相手めちゃくちゃ強くなるぞこれ。ちょっとあんまりね接近しすぎるのも良くない、すごい勢いで突っ込んでったけど、これはなかなかまずい展開になってきた。ここ迷子になるんだよ、そっちか、これ一回みんな合わせないとダメだよな。ちょっと足並みを揃えていきましょう。そうちょう、あー早い、いやー、ここうっそ早っマジか、めちゃくちゃ強い、これ一瞬だな、本当に一人で突っ込んだ日に一瞬にして持ってかれる、あっやーば、総ダメージも全然いってないんじゃないか、いやもう桁がおかしいもんな、7070 いやこれはすごいな、まあ、ちょっとこういうこともあるということでね、本日の動画はこれにて終了 しちゃおうかなと思います。いや強かった、あんな感じでできたらすごいですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。